夜の蝶々と同居計画は、菱田愛美による日本のライトノベル。イラスト挟んだ祭りが担当している。電撃文庫より2011年5月から刊行された。本蝶の刊行に先駆けて2011年4月10日に発売された電撃文庫マガジンボリューム19にて一部先行公開された。第三次世界金融危機という未曾有の大不況により、 貧富格差が激しくなった日本で学生が職業を持つ自立都市という特殊教育機関に入学した黒紅とは学校側からキャバクラのボーイという仕事を割り振られ新人キャバ嬢として同じ店に割り振られた同級生の女の子3人のマネージャーを任され同じ家で共同生活を強いられることになる世界的大不況の影響で経済格差が二極化し 世界への影響力もなくなり、大不況以前からの食料自給率の低さも災いし、様々な問題に見舞われた日本。2011年に政府がこれらの問題の解決を、図るために立ち上げた長巨大プロジェクト、低年齢型自立教育都市プロジェクトにより15歳から22歳までの学生を人里離れた要塞都市に集め、自給自足の自立生活を行わせている。 自立都市には、中央特区と呼ばれる都市を中心に、路面電車が走っており、東から時計回りに、上野、渋谷、新宿、池袋の4つの駅が存在している。自立都市には1学年に1万人の、計7万人の学生が生活しており、高校が12校と大学が8校設置されている。学生は入学後に、様々な適正検査を受けさせられ、 職業が決定される。また、一度決定した職業は変更することができず、入学前にその旨を記載された承諾書にサインしなければ入学することができない。なお、自立都市で生活している学生は未成年であっても、成人として扱われ、飲酒喫煙も合法であり、罪に問われることはない。自立都市に存在するキャバクラ、ナトヤルカが配属されたお店であり、 自立都市に数店舗あるグループ店である。平社員は超ネクタイ、マネージャーはクロスタイ、フロアマネージャー以上はネクタイと階級によってタイの種類が変わっていく。店内恋愛は一切禁止で破ると罰則がある。電撃文庫館、期間3よ夜の長所と同居計画2011年5月10日、初版発行 ISBN978 から、 4から04から87万496から、0夜の蝶々と同居計画に2 0 1 1年9月10日、初版発行 ISBN978 から、4から04から87万750から3、矢の蝶々と同居計画32012年2月10日、初版発行 ISBN978 から、4から04から88万6342から1、 ありがとうございます。